今回は札幌運転所に泊まってます721系を見ていきたいと思います。今回は今映っています 721KF の4203を見ていきます。この車両かなり近くで撮影してますが、不法侵入したわけではありません。札幌運転所は道路の近くにも線路があり、間近で電車を見ることができます。安全のため入れ替え時は離れて撮影してます。普段近くで見るとなると、ホームからの撮影または走行中での撮影しかできませんが、稀にこうして近くで停車してることがあります。床下付きや台車なども近くで見れました。普段は間近で見れない光景を撮影できました。雪国では雪よけのスノープラウも撮影できました。台車もかなり綺麗な台車となっています。いろんな機器を搭載して安全かつ快適に移動できるように工夫がされています。こうして見ますと大きいなと感じます。本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。